長岡大住小学校区の皆さんです。失礼いたしました。それではこちらで一言。長岡第九小学校区の皆さんです。藤原の嗣忠のお衣装ということなんですけれども、長岡に都があった時代の衣装です。行列を歩いてみての感想はいかがでしょうか。ちょっと恥ずかしいんですけども、まあ、癖になりそうな学校区の皆さんです。続きましては、長岡市に平安時代の役柄に扮していただいた長岡第六小学校区の皆さんです。はい、続きましては、菅原道真様ということで、学問の神様に扮していただきました。平安時代の役柄に扮していただいた長岡第四小学校区の皆さんです。続きまして、清少納言の衣装ということで、平安時代の女性の衣装をお召しになっていただいております。大変きらびやかな衣装は、熊谷次郎直実を中心に鎌倉時代の役柄に扮していただいた長保寺小学校区の皆さんです。続きまして、鎧兜のお衣装をお召しになっていただきました。写真を撮られることも多いと思いますが、実際にお召しになったご感想はいかがですか。非常に重くて、デモンを中心に鎌倉時代の役柄に扮していただいた長岡第五小学校区の皆さんです。とても珍しいお衣装ですよね。着物姿にはあってもあえて甘さの格好になる機会はないと思います。ご感想は。南朝時代の役柄に扮していただいた長岡第八小学校区の皆さんです。こちらも鎧兜の衣装です。鎧兜のお姿が並ぶと大変こう壮麗な感じがしますよね。ではこの鎧兜をお召しになって、今日ちょっと苦労した点を。江戸時代の役柄に扮していただいた大谷小学校区の皆さんです。こちらからは時代がぐっと下りまして、江戸時代のお衣装となっております。時代劇などでよく目にする江戸時代のお衣装。江戸時代の役柄に扮していただいた長岡第三小学校区の皆さんです。継承院とありますが、牡丹の花で有名なお得に寺の最高に勤めた方です。継承院として。Thank you.
さて、今年開催いたしましたガラシャ祭り、ありがとうございました。ありがとうございました。それではここで地元長尾にお家でお楽しみいただきますようお願い申し上げます。今日もちょっと